マックスはそこのボードに貼った手がかりを整理してみてくれ。私は引き続きネットでいろいろ調べてみる。私たちフランクを撃つ必要があったの。手がかりを組み合わせれば何かわかるはずだ。わかった。情報を整理してよく考え、ネイさんのメッセージをチェックしなきゃ。ロックを解除するにはどうしたらいい？携帯には絶対使える情報が入ってる。暗証番号さえわかれば。この番号も試してみる価値ありそう。暗い部屋が本当に存在するなら探さなきゃ。 USB に入れたファイルが役に立っ、はあ、たくさん数字がある。遊びはもういいから。はい、もう一回。暗証番号になりそうな数字や手がかりを探さなきゃ。このパーティーで姉さんはケイトに薬を持ったんだ。前にレイチェルにも同じことをしたの。パーティーの週の取引内容を確かめよう。こんなに仲が良さそうだったのに、フランクを置き去りにして、レイチェルは消えてしまった。レイチェルもきっと彼を愛してたはず。姉さんのロットはきっと、ロットワイラーって犬のことだ。フランクの会計ノートでもお客の名前は暗号になってる。フランクとドライブ旅行に行った時はちゃんと帰ってきてる。この後レイチェルに何が起きたんだろう。もし振られたとしてもフランクが彼女を傷つけるとは思えない。これだけ情報があればパーティーの週に姉さんが何をしたかきっとわかる。
これでよしと。何か姉さんの情報がありますように。どの座標が姉さんの車のものかどうやって調べよう。大嫌いな数学みたい。ほんと苦手。これが誰の車か調べなきゃ。よし、これでやっと何か分かりそう。クロエ、この座標から実際の住所を割り出せないかな。やってみる。待ってて、レイチェル。マックスはそこのボードに貼った手がかりを整理してみてくれ。私は引き続きネットでいろいろ調べてみる。これは全然関係ないみたい。姉さんのメッセージをチェックしなきゃ。ロックを解除するにはどうしたらいい？うちの学校もやるな。いつまでも好き放題はできないってこと。うわ、姉さんやっぱどうかしてるよ。でもこの数字は役に立ちそう。よし、次は暗証番号の入力だ。ハッキング開始。これじゃない。そう簡単にはいかないよね。ロックしちゃった、バカ。
よく考えて。絶対何か間違ってる。もう一度確認しよう。これじゃない。そう簡単にはいかないよね。ロックしちゃった、バカ。